昨日今日とチャリティーマッチを行われていますけれども、まあ、岩手出身の菊池投手、まあ、いろいろな思うところがあると思うんですが。そうですね、まあ、あの野球で元気当たれるか分からないですけど、何かしら力になればいいなと思います。今日はあの試合前募金活動にも参加されてましたけれども、ファンの声というのはどういったものでした？そうですね、まあ、温かい声援いただいて、まあ、改めて野球で、まあ、今野球しかできないんでね、自分ができる野球っていうのを精一杯やりたいなと思います。素晴らしいプレーで、まあ、被災者の方を勇気づけることを期待しています。頑張ります。